はい、今緊急で動画を回しているんですけども。なんで今非常にお腹が空いています。緊急事態です。これはアホすぎん。え、どういうこと？お腹が空いて緊急事態ですと、それで緊急で動画を回してますって言ってるってこと？そういうことです。めっちゃアホやん。アホじゃないですよ。いやいや、アホじゃないですよって。いや、アホやで、絶対そんなこと言うやつ。いや、衣食住大事ですよ。いや、そうやねんけど、うん、衣食住大事なの分かんねんけど、うん、お腹空いて緊急で動画回すやつはアホやわ、多分。ということで今日は私が最近ずっと食べたかったお寿司屋さんに行こうと思います。いや、無理無理、そんな、そんなお金ないよ、お寿司なんか。あ、回転寿司でいいんで。回転寿司？回転寿司はコスパいいでしょ。いや、まあそうやけど。なので今日はかっぱ寿司に行きたいと思います。イエーイ。カッパカッパカッパのパーのパッパワラパッパッパー。パッパラパーは君。パッパラパーは君やわ。パッパラパーは君やけど、ちょっとそのいじるんやんなせん。そういう、そういう今その話題になってるところいじるん。いじるってどういうことですか？え？いじるってなんでですか？わざわざ今カッパ寿司食べる必要ないでしょ？今すぐお腹空いてるのに。いや、だからお腹空いてるんやったら別にコンビニでもいいし、で、寿司屋さんやったら別に寿司ローとか、そのくら寿司とか、はま寿司とかあるやんか。はま寿司でもいいですよ。だからもう知ってるよね。絶対ネット見てるよね。ネット見ますよ。だって美味しそうなメニューを見るためとか、ね。うん、いや、まあ、そうやねんけど。インスタとかもやってますよ。そうそうそう、やねんけど。あ、皆さんインスタフォローお願いします、ね。うん、はい、よろしくお願いします。うん、すごい差し込んできますね。あの、そうじゃなくて、ニュースの話してますよ。ニュースっていうのは、うん、ジャニーズですか？いや、違う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 。ニュース、奇跡、王国勢、いいえ、いいえ、乗ってこんでいい。乗ってこんでいい。あと乗ってくるのがちょっと遅かったな。乗るにしては。ちょっと恥ずかしい時間がありましたけれども。うん、いや、そんなんいいんですよ。ね、ニュースなってるでしょ、今。ね。え、わかんないですよ。いや、わかるって。ニュース見ていい加減、ほんま。ということで、はい、今のかっぱ寿司を食べていきたいと思います。今のって言っちゃってるから知ってるよね。それではレッツゴーってな感じで、いろいろわちゃわちゃして今になるんですけど。そう、わちゃわちゃしてないよ、全然。全然あれで、そのとさっき撮ってからまだ 20m ぐらいしか進んでないよ。全然わちゃわちゃしてない。ないことをそのあるかのように言う、やめようや。そんな大きく見せようとするなって、それ。大して物事は動いてないよ、今。さあ、改めまして、カミルチャンネルの私がコスモスでございます。あなた誰ですか？はるちゃんです。はい、よろしくお願いしますね。あの、自己紹介忘れてましたからね。いやいや、でも言うてね、まあかっぱ寿司ね、美味しいですから。美味しいですね。うん、別にそんなんね、何かあったって言うたかってね、問題はないですからね。私がちっちゃい頃食べてたお寿司のネタは、うん、かっぱ巻きです。かっぱ巻きが好きやったんや。めっちゃかっぱ巻き珍しいよね。子供の時、かっぱ巻きが好きってね。お刺身嫌いやったんで。確かにね、言うてましたよね、あなたね。お刺身克服したの私のきっかけですもんね。そうですね。ね、食べたくないって言ってたら無理やり、うん、グエッ、そんな言ってんの、グエッ、黙れ、グエッ、ね、言われて食べたら美味しかったんです。パワハラだよね。続いては日大問題ですってね、言われますけど、日大問題今回ってね、関係ありませんからね。ガチでパワハラでした、あれは。パワハラとかじゃなしに、あまりにも好き嫌いが多すぎるから、それは良くないですよっつって、食うてみっつって、食うてみたら美味しいっつって言ってたから。食わず嫌いが多いんですよ。いや、あのね、私マグロを食べたことあるんですけど、マグロを食べて入ったことがあるんで。うん、でもこの間マグロ食べてましたよね。そうですね。どうでしたか？美味しかった。ね、良かったですよね。ある程度やっぱりね、そうやって無理やりね、食べてみて、その良さを知るってのも大事ですよ。そうですね。意外にね、こうちっちゃい時のね、感覚とは変わって、味覚ってどんどん変わっていきますからね。そうですね。私今、大好物がナスミと白ネギですけど、うん、それも嫌いでしたからね。うん、何食うてたん、ほんま。肉。いや、何その肉って言い方するの。何なんそれ。何？何？お前何？いや、そ、そ、何？お前じゃ分からん。そ、難しい。怖い怖い怖い。むずいむずいむずい。ほんまにもう、変な感じにするのやめて。はい、かっぱ寿司到着しました。かっぱ寿司。かっぱかっぱかっぱっぱ。はい、というわけで、店内で撮影は我々苦手なので、テイクアウトでやっていきます。はい。はい。というわけでね、注文してきました。今、時刻が4時半でございます。大変混み合っておりましてですね、出来上がりが6時になります。はい。大人気やないか。ほんま。混み合ってる時間帯を避けてきてるわけですからね、こっちは。うん。しゃあないね。待ちます。待ちます。待たしまーす。はい。というわけでね、買ってまいりましたね。ダダーン。ダダーン。ほんで、暗い。はい。じゃあ食べていきましょうか。いただきまーす。いただきまーす。なんで車の中でやるんやろな、こんなんな。はい、デカアナゴですね。カッパ寿司、ありがとう。うまい。まあそれは別に味が変わったわけでもないしね。あ、まあね、うん、今醤油かけてくれたんですけど、私のズボンに醤油垂らしてきましたけど、ダメージジーンズ入ってて、そのダメージの部分の 間やったっていう奇跡が起きました。セーフでした。奇跡が起きました。じゃあ私はうなぎいただきます。
うん、おいしい。おいしいですね。のどぐろの炙りいただきます。のどぐろなんてね、あんまり食べれるもんじゃないですもんね。うん、これうまっ。こののどぐろ特有のこれちゃんと脂も乗っててね、うまいですねこれね。すごいな。これなんやろ、炙りたい。大好きなサーモンの上にマヨ。これこれそれなんかショート動画で見たことあるわ。炙りハマチ。おいしい。美味しいなそれな。ない。食べるのに夢中になって喋らなくて済みません。喋りません。もう食べるだけです。どうしてこんなやりにくいことを僕たちはしているんだろう。はい、じゃあ2個目いただきます。いただきます。イントロから。おいしい。カツオ。カツオちょっと生臭いな。そういうこと言っていくよ正直に。さすがにサーモン。それ中トロ。ナスビ。うわ、ナスビうま。うん、おいしい。うん、今食べた中の寿司に一番ナスビうまない。マジで、うん、でか赤エビ。まだナスビの方が上。粒貝。あ、うまく言ったん甘エビね。正直に言うわ、甘エビマジであんま美味しくないわ。うん、これはほんまに美味しくない。薬っぽい味がすごいする。タイ。タイ。なんで言ってた。え、俺のカットされる。え、俺のあんま良くなかった。なんか映ってなかったから。ほんま見やすいよ。俺のやつカットされるの嫌やで俺。うん、でも美味しい。タイうまいな。うん、うん、タイポン酢ジュレ。これ美味しいな。うん、ただまだ今のとこナスビ1位です。うまい。ナスビやばかった。出た番外編。いるこれ。ハンバーグとエビ天。まあ、エビ天はわかるけどもハンバーグいらんわこれ。カッパ巻きないんかいって言うね。ほんまや、カッパ巻き好き言うててカッパ巻き全然食べてへん。なあそれ。これ最後でエビ天軍艦。軍艦。うん、おいしい。そない。そないなん。おいしい。食べようか。うん、エビ天軍艦美味しいな。うん、初めて食べたこんなハンバーグ。いやハンバーグマジでいらんやんこれ。美味しいは美味しいですよもちろん。うん、久々に食べたいなと思って。はい、最後にデザートの茶碗蒸しですね。私とハルピョンが一つずつ食べるんではなく私が二つ食べます。はい、じゃあいただきます。もううまい。もううまいわ。まだ食べてない。もううまい。茶碗蒸し最高。茶碗蒸し一番好きなんですよね。茶碗蒸しは事前注文しとかへんかったら結構厳しい感じやね。45分ぐらいかかる。そうそう、普通にこんななくても45分ぐらいかかるみたいな感じらしいです。うまっ。茶碗蒸し2個目。よう食べますわ、ほんま。最高、マジで。ごちそうでした。ごちそうでした。いや、美味しかったですね、しかしね。いやほんまにね、何があろうが何だろうがかっぱ寿司のね味は変わりませんから。なんかありました。いやもう暗くなったから忘れてんの。ちょっと待ったからな。確かに確かに月様も出てるし。いやじゃあ月様。大つけようか。様つけるんやったら大までつけ。お月様やろ。月様ってあんま聞かへんねん。上様みたいになってるやんか。なんなん今。ってなんなんそのあり方。ってめっちゃウケてるやん。お腹いっぱいになってなんかおかしなって思ってるやん。どうしたん急に。え、いや分かっていただいたと思うんですけども、食べてるよ私の方がはるかに多いじゃないですか。実はね私めちゃめちゃ大食いなんですよ。コスさんってめっちゃ小食ですよねみたいな感じで言われてますけど、だって撮影でしたやつ明らかに多い量のやつ私が全部食べたりしますし、マクドナルドも残飯全部食べますし、はい、もう基本的にはもう私の方が食べます。なんですけど、まあ、私の方がまあ運動もしますし、まあ、筋トレとかもしますし、代謝がいいんでしょうね。もともとね筋肉量も多いですし、全然食べてないんですよ実は。食べるは食べるんですけど、みんなが思ってる以上にハルピョンってあんまり食べないんですよ。小食なんですよ実は。小食やけどみたいなとこありますよね。そう、代謝が悪いんですよね。代謝よくしていきましょう。そうですね、ヨガ通います。うん、いや嘘ついてる。また嘘ついてるやん。ヨガ最強理論なんか立ててたけど、なんか全然ヨガも行ってなくて解約しようかなって。解約行くめんどくさいな、それすらめんどくさがってモテるっていう。まあまあそんなんいいんですけれどもね。うん、ヨガには行くのかやめるかもはっきりしましょう。そうです ね、うん、多分やめるでしょう。やめます。やめます、残念。はい、というわけでね、かっぱ寿司食べていきましたけれども、一番美味しかったのはナスビね、ナスビでした。あとで、ね、あのナスビっていうのは関西弁なんかな。あ、そうなんですか。うん、ただの方言なんでそこはね気にせんといてください。ナスビってなんやねん、ナスやからとかっていうやつほんまアホやと思ってます。はい、あのマクドってなんやねん、マックやからっていうやつもほんまアホやと思ってます。それはマジでアホ。はい、あの別に言い方がそれぞれ違うだけやから、そんなん別になんかそうやからって言われても、あ、そうなんだって思うだけやし、こっちはこっちやし、そいつ中心じゃないか、お前中心じゃないか、ごめんな。ごめんやで、気ぃつけよほんま。世の中広いからな。自分が思ってるだけの常識でなんかそれが違うと思ったら違うと思うなよ。
ほなまた。バイバーイ。さ、じゃあ浜寿司行きますか。そうですね。じゃあそうですね、困るわ。突っ込んでもらわんと。